はい、いつも動画ご覧いただきありがとうございます。昨日おかげさまで、56歳になりました。そして、55歳の目標としまして始めました YouTube、自分に、課せたノルマ、1年間56歳になるまでに、チャンネル登録数1000人、そして、再生時間を4万時間以上ということで、掲げて、ノルマをつけて、始めた YouTube だったんですけど、おかげさまで皆様のおかげです。4ヶ月ぐらいで、そのノルマも達成しまして、んでそれからはまあ YouTube が自分 のライフスタイルとして、配信していくことができました。それで、本当に、ガレージライフ、カーライフ、私が集めてきたこのコレクションとかを今年1年、モンキー乗って走ったり、エイプ乗って走ったり、ゼファー乗って走ったり、4フォアエンジンかけてゼファーと4、この4フォアの音比べとかいろいろやりました。それで、今年やっぱり印象に残ったのは我が家に仲間入りしたサニートラックです。サニートラック、知り合いの方がもう、乗ってないのがあるから譲るよと言っていただいて、それで、お言葉に甘えまして、我が家に仲間入りしました。それでまずは塗装をやりたくて、塗装がひび割れいってたので、それで、塗装から開始しました。で塗装を開始して、それと並行して、公認車検、オーバーフェンダーの公認車検取りに行ったりとか、あと、車高を下げたりとか、自分好みの車を作ろうと思って、それでホイールもいろいろ悩みました。それでリバティグループの中の販売店さんなんですけど、その方にいろいろと伝授をいただいて、それで、今のホイールをつけました。そんな感じで、サニトラは今年一番よくいらったかなと思います。それとあとお仲間入りしたのは息子が中型免許を取りまして、このゼファーカイ、ゼファーカイが、我が家に仲間入りしました。それで私ね、全くこの年になって55歳の時分からなかったんですけど、ゼファー7半とかゼファー1000とかゼファー400っていうのは知ってたんですけど、400の中でゼファー400とゼファーカイあるの知らなかったです。それで私はあの地位は X と思ってました。だからいつもゼファー X って言ってたんですけど、視聴者の方からゼファー回ですよとか言っていただいて、初めて知りました。それでいろんな勉強もしました。それではこのゼファー回、息子が買って、乗させていただきました。めっちゃ乗りやすくて、もう私好みのバイクかなとか思ったりとか、まあバイクの方でもいろんな発見がありました。それとこのモンキー、モンキーではいろんなところ走っていきました。でその、メタボのおっちゃんが編集してたらなんですけど、編集してる時にこのメタボの体と大きいヘルメット、私ちょっと頭が横張ってるので L サイズになるんです。でフルヘンスの L サイズをかぶってこのシャコタンのモンキーに走ってる後ろ姿、自分で編集しながらなかなかいいなっていうか、なんかおっさん可愛いでないかって自分で思いました。まあこんな感じで、まあ新たな発見がいろいろあった時代ではございます。それで初めのうちは妻とのデートとか行って、NSX でいろんな徳島のグルメも紹介しようと思って、走り出したんですけど、それもまあまあ今年コロナということで、それもストップしちゃいまして、で、次何をアップしようかな、毎日アップするの何をしようかなと思った時に、視聴者の視聴者様から、例えばゼファー7半と400の音比べをしてみてくださいとか、リクエストをいただいて、もうすんごく助かりました。もう本当にね、リクエストをいただいて、まあ自分のできる範囲のことなんですけど、本当にリクエストに助かって、次の日その動画を撮影してアップするというような感じで、本当にこの1年間ずっとやってこれました。なかなか一人の考えでは毎日毎日なかなか動画なんて撮影しようかなって、本当に、頭が回らないっていうのが本当にたくさんあったんですけど、やっぱりリクエストをいただくことで、例えばこのモンキー、車高は何センチですかとか言っていただいて、あ、明日車高を撮った動画を上げろかとか、例えばこのモンキー、どのように改造してますかって言って、あ、モンキーの改造をしているところを、動画にまとめろとか、まあこんな感じで、いろいろ動画もバリエーションが増えて、もう皆様のおかげで本当に助けられて、今年1年やってこれました。それで、
昨日56歳になって、次はどうしようかなと、せっかくこの YouTube ライフスタイルになったので、これはもうこのまま続けようと思ってます。それでもうあの56歳はあの自分にノルマとかそんなんかけるんでなしに、 できれば1日1本あの、まあ、私の楽しいガレージライフを配信していければいいかなというような感じで、頑張っていこうと思ってます。それでまたあのいろんなリクエスト、もし私があのできるようなリクエストがございましたら言っていただいたら、それを動画にまとめてまたアップしていきますので、よろしくお願いいたします。それとあの昨日とか一昨日なんですけど、この2020年の総集編としまして、それで例えばあのコペンの1年間とか NSX の1年間とか、まあ、バイクの1年間とかのシリーズでこの1年間の総集編も作ってますので、もしよろしければご覧ください。こんな感じで本当に今年1年、まあ、SNS でいろんな方と知り合いになれまして、それであの一番驚いたのはあの千葉に行った時、幕張メッセに行った時に妻と私が歩いてたら、あの YouTuber の方ですねって声をかけていただいて、それ本当にびっくりしました。それでその時初めてだったので、こっちもどのような対応していいのか分からず、あはいはいはいとかいうぐらいで、本当にあのなんていうんですかね、そっけない対応になってしまって、もう本当に、申し訳なく思ってます。もしその方見てたらごめんなさい。こんな感じでございます。それでまあ、ローソンに行っても、例えばあのホームセンターに行っても、私の自分の店の中でいても、お客様とか一般の方からあの YouTube 見てますよという声を本当に、今年6月以降ぐらいからどんどん声を聞きました。本当に嬉しい限りでございます。それで6月以降ぐらいからもチャンネル登録数がどんどん増えていきました。本当にもう嬉しい限りっていうか、もう皆様に感謝でいっぱいです。それで芸能人の方なんかだったら、前も言いましたけど、まあ1分ぐらいで1000人2000人いくんですけど、この55歳おっちゃん、無名のおっちゃん、本当に1000人とかいう数字はもう快挙です。本当にありがとうございます。でもう本当に皆さんのチャンネル登録とかコメントで応援してますとか、もう本当に励みになって、途中やっぱりね毎日するのはしんどいかなとか挫折しかかった頃も実際ありますけど、やっぱりまた楽しみにしてますとか、そういう声をいただいて、本当にここまで頑張ってくることができました。それでせっかくここまで来たので、もうこれを56歳になったからやめるのはもったいないから、それで、ライフスタイルとして56歳はまた新たなチャレンジとして、1日1本楽しいガレージライフを皆様にお届けできたらと思って、頑張っていきたいと思います。それでまたリクエストもいただければ幸いです。それでまあ本当にいろんなことありました。86は走ってて煙が出たとか、タントは走っててエンジンがブル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 いったり、ゼファー7班はエンジンがかからなくなって、イグニッションコイルとかいろいろ変えましたけど、結局断線してただけとか、まあ、本当にいろいろあったんですけど、その都度またアップすると、皆さんがコメントいただいて、ここ見たらとか、あれ見たらとか、ここ直したら応援してますとか、そのようなコメントいただいて本当に力になりました。今年1年は本当にもうこの YouTube とか SNS、インスタグラム、フェイスブックを通じて、もういろんな方と知り合いになれて、仲間ができたっていう、本当に、まさか55歳になってこんだけ仲間ができると思いませんでした。本当にありがとうございます。そんな感じで、また56歳のチャレンジとしても、またこのバイクライフ、車ライフ、カーライフ、それとか DIY も撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それと皆さんにね、この SNS とかでよく質問いただくんですけど、金持ちですねとかいろいろあるんですけど、まあ、正直言って金持ちか金持ちじゃないかというと、金持ちではないです。で本当にもう本当に一般の方と同じぐらいなんですけど、なぜじゃあこんだけ持ってるのかとか、いろいろ疑問はあると思うんですけど、それはもうもうバイクとか、これこそ16歳の時からずっと工具とか集めてて、それの積み重ねです。だから NSX にしても、お金が余ったんで、買ったとかそんなんでなく、もういっぱいいっぱいで買いました。それで途中2年ぐらい、車検もできないような時期もありました。
けどどうにか持っとこう、どないぞ所有継続しようと思って頑張って、まあ、2年ぐらいは車検できなかったんですけど、その後車検ができたり、それからちょっと余裕が出た時に車を1台ずつこう買い足していたっていうような感じで、それで決してお金持ちはございません。それでこのガレージにしても、この私のガレージライフ27歳の時にフル借金で建てました。こんな感じで、だからお金が余ってやってるのでなしに、やっぱりこの給料の中から、例えばこんだけはガレージライフに使う、こんだけは生活費に使うというような感じで今まで頑張ってきました。これはもう本当に妻に感謝しかございません。妻の理解と感謝が理解があるから私のこのガレージライフは成り立ってると思います。そんな感じでございます。それなので、むちゃくちゃ金持ちとかそんなんではございません。お金はないけど車はたくさん持ってますこんな感じでございます。それでまたこの私の持ってる、車とかバイクを生かして、また、DIY もこのガレージやっていきたいと思ってますので、まあそんな感じで、まあ、毎日のガレージライフをこれからも、ただもう走るだけの動画になったりとか、ただ掃除するだけの動画になったりとか、まあそんな日も あるとは思うんですけど、1日1本頑張ってアップしていきますので、来年も一つよろしくお願いいたします。というわけで本当に今年一年ありがとうございました。来年も頑張りますので、引き続きチャンネル登録、またいいね高評価していただければ幸いでございます。というわけで、来年は皆様にまたいい年になりますように、心から祈っております。というわけで、また次の動画でお会いできれば幸いです。ありがとうございました。さようなら。今年一年本当にありがとうございました。